皆さんこんにちは。果実そろばん教室の吉郎先生と秀成先生です。今回は大皿パスのテストページについて、またその提出の仕方について解説します。前回の動画で説明したクラスの流れの中でテストページというものがありましたが、そもそもテストページって何という方や、どうやって提出すればいいのという方に向けて、今回も実際の iPhone の画面を見ながら説明していきたいと思います。それでは早速説明していきましょう。ではまずはクラスの流れについて秀成先生お願いいたします。はい、クラスの流れを求めますとこのようなイメージになります。練習と質問を繰り返してテキストを進めていき、テストページまで来たらその写真を撮って提出します。その後オリジナル課題を解いて次のクラスに進むという流れです。今回はこのうちのテストページについて解説していきます。テストページとはこの級の理解度を測るために選んだページです。大空パスには検定はありませんので、このテストページを解いて提出していただくことで、この級のスキルが身についたかどうかのチェックをしていきます。例えば9級のテキストでは16ページと31ページがテストページとして指定されています。このテストページはその級のテキストによってページが違いますのでご注意ください。これはクラスのストリーム一番最初にクラスの進め方がありますので、初めにテストページを確認してからテキストを進めていただければと思います。それではこのテストページ解き終わりました。この解いたテストページ、どのように提出したらいいんでしょうか。はい、それでは実際に画面で操作しながら説明していきます。で、これがクラスルームに入った画面です。この中の下の授業というところをタップします。すると前回の動画で説明したソロ版ノートがあります。で、テストページの提出にはこちらを使っていただきます。前回の動画で説明したここに写真を添付する方法を使います。で、添付ファイルを追加というところをタップしてカメラを使用ですね。これで解いたテストページの問題を添付することができます。これは丸付けをする前に取って送るという認識で大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。先生の方で丸付けをして返却します。写真が添付できましたら再提出のボタンを押します。この提出忘れちゃいけないんですよね。そうですね、はい、で提出した後、先生が丸付けをしてソロ版ノートが返却された状態になると、またメールで通知が届きます。で、このメールの中の開くをタップすると、ソロ版ノートの画面になり、採点の内容が確認できます。で、採点は丸×だけではなく、どういうところに気をつけたらいいのかなどのコメントもつけるようにしています。先生が丸付けしたものはこの画面のように編集済みというふうに頭に書かれていますので、そちらをタップしていただいて開いてみてください。間違えてしまった問題の直しはどうすればいいんでしょうか。はい、それもソロ版ノートを使ってください。で、ソロ版ノートを使ったやり方であれば、どういった方法でも大丈夫です。例えば、同じように、もう一度写真を撮って添付ファイルを追加していただくだったり、この画面の中で限定公開コメントというものがありますので、ここに直した結果の答えを書いていただくなどでも大丈夫です。なるほど。この限定公開のコメントは他の人は見たりすることはできないので、安心してこちらに書き込んでいただいて大丈夫です。これを全問正解になるまで繰り返してテストページをクリアするということですね。はい、大事な注意点を2点お話しします。まず1点目ですが、大空パスで検定試験を行うことはできません。
練習して検定試験受けたいというふうになりましたら、お近くのそろばん教室へお問い合わせください。また練習問題は果実そろばん教室のホームページ問題ダウンロードよりダウンロード印刷してたくさん解くことができますので、こちらも合わせてご利用ください。また2点目です。テキストの丸付け、これは回答を一緒にお送りしていますので、基本的には自分で丸をつけていただくことになります。ただ今回説明したテストページについては丸付けする前の写真を送ってください。またもし練習している最中間違えてしまった場合は、これは消しゴムで消さないでいただきたいですね。これは間違いの癖、間違いパターンを見るのにとっても大事なので、消しゴムで消さないということを気をつけてください。今回は大空パスのテストページについて、またその提出方法について解説しました。質問などがございましたら、この動画のコメントや教室 LINE にてお問い合わせください。それでは今回の動画は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。